はい、どうも沖縄の関です。ポケモン GO の配信日が近づいてまいりました。てか、ポケモン GO そろそろ配信されるんじゃないでしょうかね。今月中の配信だそうなので、今回は、そのポケモン GO を楽しくやっていくためにも、まあ、注意しなきゃならないテーマな。まあ、注意していかなければならない点、こんなところでございます。これからもね、この夏休み、怪我とか嫌な思いをして過ごすよりも、また楽しくポケモン GO で遊んでいくためにも、心がけていきましょう。というわけで、よろしければチャンネル登録やコメント高評価よろしくお願いします。それではまた。はい、今回はチャンネル登録の方法をご説明いたします。パソコンの画面からの場合は、画面の右上、こちらにですね、チャンネル登録というこの赤いボタンがあります。これを押すだけ、これでチャンネル登録が完了いたします。そしてスマホからの場合、これはですね、まあ、スマホから、YouTube のチャンネルの方に移動すると、はい、このように、タイトル名の下にチャンネル登録という赤い文字があるので、これをタップしてください。これだけでチャンネル登録完了でございます。よろしければぜひこのチャンネルへのチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは